出会いから話して、なれそめかな、彼との。昔、なんか美味しそうっつって飲んで、そっから定期便で、まあ味はね、うまいよ、普通に。これ飲んだら彼女できますか？もうできるよね、だから。はい、もう今のインゼリー飲んでなかったら勝てなかった、対面の打ち合い。ナイス。あれ多分インゼリー飲んでる相手だったか。あ、勝った。まあでも実際マジで冷蔵庫にストックしとくと便利だぞ。パソコンを長時間する、使う人とかにもぜひなんかね、これはおすすめしたいなって思うんですけど。いきますか。インゼリースポンサーになって僕の前配信にインゼリーのこれ出させてくれんかな。インゼリーの人。I drink in ゼリー。味方インゼリー飲んでるって。インゼリー、あ、やっぱインゼリー飲んでるスコアしてるわ。インゼリーを飲めばよくわからんハードもクリアできるということで。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。みんな、次は、インゼリーで会おう。